こんにちは、ブログコンサルの時間でございます。今回のブログはですね、動画概要欄に貼ってますけども、要約するとですね、アメフトのスター選手が実は重度の障害を抱えていたということだったんですよね。まあそれでいろいろと悩むんですけども、そのアメフトを通じてですね、自分のその障害を乗り越えてスター選手になった、だから自分にものすごくね、ウィークポイントがあってもそれを気にしないぐらい何かに頑張れば打ち破れるんだよということをね、教えてくれるのかなと思いますけども、これに対するブログなんですが、実はね、アメフトの選手を引き合いに出してもなかなか感情移入しにくいんですよ。特にアメフトって日本では馴染みがないじゃないですか。だからなんですよね。それから今回テーマが喫音症ということなんですけども、これも多くの方にとってはなかなか馴染みがないんでね、リアリティがないんですよ。ですんでこれ記事自体が読まれない可能性があるんですよね。例えばこれがですね、スポーツという枠を超えて王選手とかね、長嶋みたいなね、もうとにかく芸能人っていうかタレントとしても有名みたいな方だったらまた違うんですけども、なかなかね、アメリカンフットボールに限ってスター選手であっても普段アメフトに関心がなかったり、この選手とかこの障害に意識がない方になかなかね、絡みにくい内容なんですよ。じゃあどうするかってことなんですけども、やっぱりね、これはね、 You, We, I の原則で書いていくことなんですよ。まずは皆さんはこういうことでお悩みではないですかと。人にはいろんな悩みがあり、いろんな壁があり、いろんな、いわゆるね、障害があるんだよと。障害っていうのは障害物って意味の障害ですよね。いろんな困難があってなかなか自分の思い通りに生きていけないっていう意味で、障害者の障害とまた違う意味なんですけども、まあ、そういうふうにね、多くの方が、あ、確かに自分でもこういう苦手な分野があってなかなか一皮向けないんだよねみたいな、その読者さんの状況をまずは大きくお話しする、抽象化するって言うんですけどね、こういうふうにお話して掴んでいくんですよね。その中で、実は私も同じような悩みを抱えていて、なかなか思った通りにできないことが多かったんですけども、今回アメリカンフットボールのある選手のことを、そのエピソードを聞いてとっても勇気をもらえたんで、皆さんにもシェアしたいと思いますって感じで、自分の言いたいことを一番最後に持ってくるという形にすると、ブログとしては見ていただけるようなものになるのかなと思います。これはね、人前で話すときも同じなんですよ。まずは聞いてくださってる方の状況のことをお話して、ブリッジって言ってですね、橋を架けるんですよ。聞いてる人と話す人の間に橋を架けます。そして共通の話題に持っていって、最後は自分の主張をお伝えするってことになるんですよね。で、今回いただいたブログ、チェックするとですね、こんにちはと書いてあって、最近結構運動不足になりがちですと書いてますよね。これもね、悪くはないんですけども、できればね、寒い日中ですから皆さんあんまり運動しなくなったってことはないですかみたいな感じで、視聴者さんの目線、読者さんの目線で書き始めると、私は最近運動不足なんですって書くよりもいいんですよ。というのが、有名なライターさんだったら別なんですけども、ブロガーさんだったら別なんですけども、普通の人が運動不足でいることって誰も興味ないんですよ。むしろ普通の自分の体に関心を持ってくださるようなブログのテーマに関心が向きやすいんですよね。ですんで、こういうふうな書き方、自分はこうなんですって書くとしたら、一定の影響力を持ったり、普段来ていただいている常連さん、ファンの方に語りかける分にはいいんですよ。例えば私、毎日ね、毎朝ライブ放送してるんですけども、大体同じような人が来てくださるんですよ。ですんで、私最近寝不足なんですよって言った話題、本当に無名の私が自分勝手な話題をしても、普段一緒にコミュニケーションしてる方からすると、もう関心がね、向きやすいんで、それは聞くんですよ。でもブログの場合は、誰がどういうふうに何回来てくださってるのか分かりませんから、やっぱりね、ここは自分の主張から書くよりも、皆さんこうではないですかっていうふうな語りかけから書くのがよろしいかなと思います。はい、これをまとめて You, We, I の原則というんですよね。ブログでは特に You, We, I の順番で書くとよろしいかと思います。今回のブログコンサル以上でございます。